皆さんこんにちは、ヨガインストラクターのあずさです。今回の動画は初めての Q&A 質問に答えていきたいと思います。あらかじめインスタグラムで質問を募集しました。今回はいただいた質問の中からヨガの分野とあとは自己紹介、個人的な質問になります。なのでそちらを2つに分けてお届けしていきます。それではぜひご覧ください。それでは早速質問に答えていきたいと思います。まず、質問の内容が少し似ているものはまとめて回答させていただきます。1つ目です。ヨガ歴はどれくらいですか？ヨガを始めたきっかけを知りたいです。あずささんの今までのヨガ経歴を教えていただきたいです。私は将来スタジオを作りたいです。習い始めたきっかけとしては肩こりだったり猫背っていう今だとあんまり想像がつかないような悩みを持っていたので、そこで何気なく始めたというのがきっかけです。でヨガ歴はその習ったのは大体1年間ぐらいです。その後に上京してきてヨガのインストラクターとして活動を始めて約5年目になりますので、ヨガ歴自体はトータル6年ぐらいになります。その上京してからまず1年間は大手の溶岩ヨガスタジオ、今でいうホットヨガですね、暖かい環境でするヨガのインストラクターを正社員として所属しておりました。でその後にナイキの提携ジムである近所のヨガのスタジオに所属し始めて、そこでも正社員として約1年間所属していました。なので正社員のヨガインストラクターとして約2年間、経験を積み、その後、一つの夢でもあったフリーランスという働き方に変えて、都内のスタジオだったりだとか、あとヨガのイベントの出演だったりオンラインですね、当時はコロナがあったのでオンラインも結構普及していたので、オンラインヨガだったりっていうところでの活動を始めて、フリーランスで約8ヶ月ほど、活動しました。で最終的に今のヨガスタジオヴィラをオープンして約1年半年間ぐらい今、続けている状態です。その他企業様のアプリの撮影だったりヨガの監修といったところで、ご協力をさせていただいています。スタジオを作ることすごく素敵だと思います。応援してますのでぜひ頑張ってください。好きなアサナは何ですか？アサナというのはヨガでいうポーズを表します。で私が好きなアサナは、シャバーサナ、最後のお休みのポーズだったり、あと自分でプラクティスするとき、練習するときは逆転のポーズとかが結構好きです。なぜかというと、できるできないというよりもそのチャレンジしているときがすごくこう無心になれるっていうのが私の逆転が好きな理由の一つです。ヨガでもっとスキルアップするにはどうしたらいいですか？これは2つあるんですけど、もし自分のヨガをスキルアップさせていきたいという場合は、私は練習の質、要は練習の仕方を変えました。以前はそのポーズの形だけにとらわれて、とりあえずこう何回でも何回でもチャレンジするっていう、一発できたらいいかなみたいな感じだったんですけど、その練習の仕方をなぜできないのかとか、なぜ今できたのかとか、アーサナを取っている時、ポーズを取っている時にここの筋肉が伸びている、あとは右と左の違いだったり、より自分をこう観察する力がどん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 身についたなというふうに思っています。はい、指導をしていく上でのスキルアップに関しては経験を積むというのがすごくいいんじゃないかなというふうに思います。なんとなくこう書いて伝えたいことがあったのに前に立つと真っ白になっちゃうとか、いろんなこう経験をされた方がいらっしゃると思います。これもヨガ以外でこう仕事でやりたかったことがこううまく自分でまだできないなって感じたりすることもあると思うんですけど、私はそこでできなかったことも、そのまま受け入れるようにしています。なので今自分が知っている知識であったり、あとはその自分が実際に経験してきたこと、体験してきたことであると、こう自信を持って伝えることができると思うんですね。
ね、自分でより深掘りをしてその練習をしたり、伝えやすいような言葉に分かりやすく噛み砕いたりだとかするようにしています。おすすめのヨガマットを教えてください。はい、私が普段使っているのはルルレモンの天然ゴムのマットを使っています。私のスタジオのマットも全部ルルレモンのマットです。で、マット選びをするときに素材であったり、あとはミリ数ですね、太さとかでもちょっと変わってくるので、お好みがあると思うんですが、私は個人的に逆転だったりちょっとバランスをとっていくポーズが好きなので、そのポーズが取りやすいようにちょっとミリ数を抑えた 1.5 ミリとか3ミリとかちょっと薄めのマットを使用するようにしています。天然ゴムが滑りづらくて個人的にはおすすめです。次は RYT500、IHTA ヨガインストラクター1級ではどちらの資格を取っておいた方がいいか悩んでいます。はい、これはヨガの資格ですね。資格の名前になるんですけれども、まず私が持っている資格は RYT の方の200と500になります。これスクールさんによって結構こうお伝えをしている、なんて言うんでしょう、強みが違ってくるところが多いですね。例えばティーチングという指導する力、伝える力を強みにしているっていうスクールさんもあれば、解剖学、体の、骨格だったり筋肉の動きであったり、あとアライメントとかですね、そういったところをすごく力入れてます。あるいはインドの先生から教わるヨガ哲学が主になっているっていうところとかもあると思うんですけど、私だったらその習いたい内容の多分カリキュラムが書いてあると思うので、なんかこうピンとくる内容があるスクールの方にしたらいいんじゃないかなと思います。今度はヨガ以外の質問に移っていきます。あずさ先生、いつも笑顔で素敵です。ありがとうございます。毎日笑顔でいられる秘訣はありますか？やっぱり笑っていた方がいいことが起こると思っているので、結構笑っていたり、あとはシンプルにこうレッスンだったり日常的なものがちょっとしたことでも楽しいなって感じるようになりました。もう一つは、そう思っていてもどうしてもこう落ち込んじゃう時だったり、なんだかこう悲しい気持ちになる時っていうのはあるんですが、そこで自分の機嫌の取り方をすごく理解しています。例えばこれを食べたらちょっとその時だけでも幸せになれるとか、私の場合は温泉とか一人の時間っていうのが割とリフレッシュ、デトックスできる時間なので、公園にちょっとお散歩に行く時間を作ったりだとか、あと何もしない日とかをあえて作ったりしています。そうするとこう、笑顔にすぐになるというよりも、その自分が落ち込んでしまった時にそこまで深く抱え込まず、こう切り替えのスイッチがよりつきやすいっていう風に感じています。宝くじに当たったら何に使いますか？面白いですね。もう当たったことを想像するだけでも嬉しいですけど、私は貯金は目標がないとなかなか貯めきれないタイプなので、多分宝くじに当たったらいっぱい使っちゃうと思います。やっぱ旅行に行ったりだとか、あとそうですね、やっぱりお世話になっている方々に何かこうお返しみたいな、恩返しみたいなのができたらいいなと思うので、そこに使っていきたいなっていう感じです。体型維持教えてください。基本的にあんまり数字にはこだわらないタイプの人間ではあるんですけど、一応自分の今の体重だったり自分の目標体重からプラス3キロ越してしまうのは自分の中で NG にしているので、Vlog とかにも出してるんですけど、ちょっと緩めた食事、ちょっと減量を意識した食事だったりだとかをするようにしています。あとは最近結構歩くことも増えました。続けられる程度に少し調整をしたりすることがあります。おすすめの本を教えてください。はい、おすすめの本はいろいろあるんですけど、ジャンル別にお伝えすると、まずヨガの中だとこれです。
ヨガが丸ごとわかる本です。この本は私がヨガを始めてから一番最初に手にしたヨガの本なんですけど、いわゆるそのポーズだけじゃなくて哲学的な要素、ヨガでの考え方であったり、途中途中に出てくる漫画での内容とかもすごく読みやすくて面白かったです。何度か Vlog 出していますが、アイルベーダでのおすすめの本はこれです。アイルベーダの心地の良い暮らし、これは実践法とかがメニュー、レシピが載っているので本当に実践しやすい内容だなと思います。あとこう月に分けて1月とか2月とか月に分けてもおすすめの過ごし方などが書いてあるので、本当にアーユルヴェーダをこれ取り入れたいなと考えてらっしゃる方とか、あとはもう実際に取り入れてるけどより深くやっていきたいという方にもおすすめです。ヨガ以外の本だと翡翠小太郎さんの本最近読んでると、あと思考はこうして現実になるっていう本ですね。結構自己啓発本であったり実際にあった話とかを読むのが好きなので、そういう本がよく家にあります。おすすめのお香を教えてください。はい、お香はすごく私が好きなものの一つなんですけど、一番おすすめしているのはリスンっていう、東京だと青山で、京都にも1店舗あるんですね。でインターネットでも買えます。ここのお香がすごく好きです。おすすめポイントは種類がすごく豊富なのと、あと1本ずつこう自分で選んで買えるっていうのがすごくいいポイントだと思うので、ぜひ取り入れてみてください。ヨガ以外の趣味はありますか？あります。結構あるんですけど、一つはドライブです。免許は持っているんですが、今東京なので車はないものの、地元に帰った時とか車で運転していろんなところに行くのがすごく好きです。実は車もすごい好きなんです。なので運転することが好きです。本当にこれ最近なんですけど、サリーを着ることは、サリーの着付けにハマってます。去年インドに行ってサリーを着付けてもらってから、今年もインドに行く予定なので、その時サリーがね自分で着れるといいなと思いながら練習をしてみたら、なんと着ることができたので、これも趣味の一つです。あとお香集めとか、あとインドのことを調べるのもすごい好きです。なのでドライブ、お香集めとか、サリー、インドにまつわるものとかが結構趣味の中に入ってくると思います。朝早く起きる方法、私は低血圧ですごく朝が弱いタイプの人間だったんですけど、本当にそれこそここ2年間ぐらい生活スケジュール、スタイルが変わってきて、割とこう朝型の人間になってきたと思います。で早く起きる方法の一つとしては、もう早く寝ることが結構重要だなと感じています。早い時だと9時とか10時とかに寝ています。で睡眠の質もすごく重要だなと感じていて、寝る時に本当にできるだけ携帯を頭の近くに置かないだったりだとか、寝る1時間前ぐらいには携帯をお休みモードにして、いろんなね SNS とかの通知が来ないようにしたりだとか、そこまで次の日が早起きじゃない時とかは携帯自体をもう別の部屋に置いたりして、電波から離れた状態で睡眠をとったりする日もあります。お休みの日は何をしていますか？本当に旅行だったりだとか、何かこう予定がある日に丸々1日お休みをいただくんですけれども、そうじゃない時の休みの日は基本的にあんまり何もしてないです。ちょっと前の質問であったみたいな、何もしない日をあえて作るっていうのをようにしています。何もしないっていうのは本当に一日中ベッドの上にいるとかも OK だし、必要最小限度の動きしかしないです。生きるために必要最小限度のこと、お手洗いに行くとか歯を磨くとかそれぐらいで、それ以外は本当に何もしない人が多いです。自分のヨガ、自分のためのヨガを受けに行ったりだとか、まあ、講座を受けたり、あとは本当に近場までめっちゃ歩きますね、お散歩をしたりとか、それぐらいかもしれないです。大
いたい今15問ぐらいですね、回答させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。